はい、ということで皆さんこんばんは、100円です。さあ、メタルギア2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、覚えてないです。何すればいいんだっけかな。ライデン、エイムズに接触して大統領の居所を聞き出すんだ。エイムズはシェルワン中央島の B1 に人質として捕らえられているらしい。シェルワン中央島に向かえ。OK。シェルワン中央島の警備は厳重だ。敵に変装して潜入するんだ。変装するにはまずあの忍者から渡された敵兵士の野戦服を装備するんだ。それで敵の服装を真似ることができる。だがそれだけでは不十分だ。敵兵士と同じ武器を装備していなければ怪しまれるぞ。中央島の敵兵士は武器として AKS-74U を装備している。変装するときは AK を装備しろ。 AK を探すんだ。カード2を手に入れただろう。 F 脚の倉庫を探してみてはどうだ。ああ間違えた。ああしまった。大佐話長いからいい。海鳥がたくさん。OK。 ちょっと待てよ。 F 脚。ああつったつ。オッケー。ああそういうことか。これに行けんのが。でも F 脚に行かないといけない。ここか。オッケー。戻れってことね。やばい、グラウンドゼロズをやりまくって操作が全然違いすぎる。グラウンドゼロズに戻りたい。戻りたい。そう、操作が違いすぎてこれは難しいぞ。大丈夫かな。本当に進化しましたね。やっぱこの歴代のやつやってきてるからその進化の凄さが分かるっていうかね。違いすぎるわ。ここか。あれ、あ、違う違う。ああそうだ、ここ爆弾だった。イーフー。ちょっと待って、やめろお前ら、やめてくれ。 No 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 No。 反応が早いなあいつら。音があったらここ、ここ来たかったのはここなんですよ。 AK なんとかって持ってないでしょ、だって。あ、鍵をゲットしたからこう開くようになったってことか。いたいたいた。OK。バンバン寝かしていくぜ。よし。あ！え？え？ライデン、どうしたんだ？おーい。ライデン。ちょっと。遅いよ無線くんの。それはあんた、ダメでしょ。見えないっすよ。爆弾があったんか。初見殺し来たね。来て。よし、やりやすいなやっぱり。オッケー、早く連絡ください。あれか。どれでわかんだ？あれ？サーマル？ここだからダメだから、ここ通っていくんか。あ、違う。どこに繋がってんだろう。
いつ寝かしときたいな。いたいたいた。よし。レベル3。レベル2がないな。いや、ここ出ちゃう。どこだろう。どっかがつながってるはずなんだよね。ここじゃないのは確かだから。あれ、どこだっけかな。あ、なんかここ。ここだったっけ。絶対どっか開いてんのは知ってんすよ。違うな。どこだどこだとここだっけ。いや、なんかこの曲、この曲嫌いじゃないクレイモアとか一回も使ったことない。メタルギアプレイしててクレイモアとかシーフォー使ったことないな。じゃない。なんかあそこだよね。あれ、しなんだっけ、冷却できないのかな。これでどこだ、どこ行った。あれ、なるほど、これか。でも濡らすやつ、あ、サプレッサー持ってた。なにこれ、あれ、あ、冷ますやつも持ってないの俺。なんだよ、これ。ああ、わかった、壊せばいいんだこれ。そうだ、やったじゃんこれ。これだ、これでオフなってるはず。ほら来た、はい来た。あれ、 M4、 あ、これこれ装備しとけばいいの。これでいいのか。あれ、 AK なんとかって大佐言ってたよね。 PSG ファースト、 PSG なんかない。これでいいのかな。まあこれにしとこう。よし、これで次のステージに行けるぜ。ってことは、あのロボットにもバレないのかな。確か俺をすごい覚えてるのが、これ飛行機じゃないや、ヘリコプターと確か戦わなきゃいけなかったと思うんですよね。そこ結構序盤のステージだったような気がするんだけど、全然進んでない気がするのは気のせいかな。進んでんのかなこれ。よし、あれ、お、マインを見つけた。ダメ、この上かな。じゃあこれで、これでもバレそうだな。こっちか。DE コネ、あ、コネクティングブリッジ、はいはい、連絡橋。これで渡れるはずですね。いいんだよね。オッケー。よーし。え？なんで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 。なんで、これ出たら速攻はあれですよね、いい、変わるからいいですよね。そういうことか。なぜバレた、下か。いたいたいた。よし、
なめんなよ。いるね。よし。俺のな、麻酔銃の腕なめんなよ。オッケー。来たね。これでいけるかな。あー、これだ。よし。来た。オッケー、これで。あー、覚えてる覚えてる。あそこ通ればいいんだ。ここね。OK です。もう分かってきたのよ。俺も。分かってきたんですよ。え？え、なんでなんで？レベル3。え？でもタイさんも渡っていいって言ってなかったっけ俺に。え、ちょっと待って、タイさんに確認。どういうことですか？ AK を探すんだ。カード2を手に入れただろう。 F キャットを探してみてはどうだ。これ AK じゃねえのか。あ、そういうこと。やばいやばい、敵来る。これが AK じゃなかったってことか。やばい。ああ、こうよりによってそっから来ちゃった。あ、バレた。ああ、ちょっとそのドア入れば全てはなかったことに。俺の人生もな、このドアをさ渡ればさ、もうなかったことになるんだよぐらいになってほしいな。どれだけ人生が楽かだよね。いいな、すべてがこうリセットになる。ここから先に進んだらリセットになるって最高ですね。そんな人生いいな。 F 客行ってたんだけどな、なんでだろう。1階かな、こっち行けばないんで。まったりこまったりね。ストラット F ウェア、 OK。 F 客でしょ。とりあえず俺が行けるとこは全部行ったぜ。だけどないってことはやっぱ下なのかな。あー、やばい、復活してる。また君はここに来るんだよ。ドンピシャだった、バッチリだな。あー、 OK。じゃあエロ本拾おうか、せっかくだから。あれ、愛しのエロ本いただきます。 OK。 あ、ここに来れるんだ。ここ来てない。あー、来た、ここだったか。他に、お、はいはいはい、大佐でしょどうせ。大佐。AK を手に入れた。ああ、スネーク。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは、 AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。さすが小島さんだよな。よくこんなの考えるよな。すごい監督、本当にすごいっす。リスペクトっす。 AK、 これか、これの変装。よし、完璧だぜ。
これで誰にも分からないはずだ。見てる人もどかしかっただろうな。一回っすよ、百円さん一回っすよっつって言ってる、なんか声が聞こえてきそうだ。そして思いっきりスクロールされてそう。あー、またここ戻るとこ見んのめんどくさいから飛ばせっつって飛ばして見られてそう。俺ならそうするね。よし、行き場所も分かったし、これでいけるぜ。でもさ、カードキーがレベル2なのはちょっとなんか消せないんだけど、いいのかな。これで上行っても分かんないってことでね。よし、これいけるはずだよね。ダメなんだけど、なんで大佐教えてよ大佐。その扉の向こうがシェル2への連絡橋だ。だがカード3がなければ開けることはできない。はい、いや分かっ、カードはどうすんの。ライデン、エイムズと接触するんだ。大佐、あいつの言うことを本当に信用していいのか。エイムズ、それ以外に方法がないのが事実だ。残念ながらな。言ってみれば分かるということか。エイムズか。どこにいんのエイムズ。教えてくれ大佐。シェルワン中央島の警備は厳重だ。敵に変装して潜入するんだ。あ、変装するにはまずあの忍者から渡っ。オッケー。シェルワン中央島か。忘れてるわ。え？エイムズどこいんの？え？ちょっと待って、わかんないんだけど。大佐教えて、どこにいんの？その扉の向こう。教えてくんない？プリスキーにやってるのかな？プリスキン、聞こえるか。どうしたライデン。実は忍者の格。これはまあいいや。エイムズどこにいんだっけ。その扉の向こう。ちょっと待てよ、ここじゃねえな、俺行かなきゃいけない。なんで起きてんの。あ、撃っちゃった。殺しちゃったじゃん。やばい。やばい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 。え？ちょっと待ってください。私はどこに行けばいいの？エイムズ。一体誰だエイムズは。ちょっと待て、ちょっと待て、あっちの奥に俺は行かなきゃいけないんだ。おいら。こっちじゃないよね、絶対ね。よし、ちょっと調べます。ちょっと一旦ここで終わりにします。